ロハカイルオテンです。聞こえますかね。バックでムーンリバーのピアノがかすかに聞こえると思うんですけど、音がなんかすごいちっちゃいの録音したのにどうしたんだろう。今朝からマイクベルがやってきて、一応プロデューサーなんですけれども、家で私がお宅のまんまどこにも行かずにみんなと制作ができるかというので、ガラージバンドを使えるようにやってきました。ちゃんと飲み物までお客さんやのに持ってきてくれて、本当に至れり尽くせりで、ちょっと練習やってみとか言ってやったんですよ。やった時はうまくいったんですよ。でもなんかケンちゃんに見せたところまでもうまくいったんですよ。でも今自分でやろうと思ったら、なんか音が全然半分こもってて聞こえなくって、なんか本当に弾くだけは簡単って言ったらあかんけど、私にとってピアノを弾くことっていうのは、まるで鳥がさえずるかのように普通に喋ってるよりも、自分の感情をそのままこう入れるのに一番いい箱なんですよ、ピアノっていうのは。それが時々歌になったりする時もあるんですけども、もうほとんどは子供の時は人のピアノの伴奏をや、人の歌の伴奏をやってきたので、私はいつもピアノの黒いピアノの後ろにいつも座ってました。でみんながステージで歌ったりとか演奏したりするのの、アカンパニメント伴奏ですよね。みんながその行くバックボーンが私のピアノだったんですね、子供の時から。なのでステージに長いこと上がってますけども、スポットライトの後ろに私はいつもいましたので、よかったんですよ。黒いピアノの後ろにいたらね、攻撃されることないんで。でもまあそろそろいろんなことで外に出ようかなと思ってます。50歳過ぎましたから、そろそろ出て行ってもいいかなと思って、ガラージバンドで、皆さんに歌って踊っていただけるように、おてんちゃんのオリジナルカラオケをみんなと作れるように、ハワイのアーティストたちと一緒に動き出しましたので、世界中の深夜の皆様、お待たせいたしました。もうそこまでプロダクションまで来ております。この頭の中がポコって引くのはいいんですよ。でもそれをみんなのところにデータとして送ったりとか、それを、何やったっけ、CD になったり、なんやね、聞く人は CD プレイヤーで聞きはる人もいるし、 iPhone で聞きはる人もいるし、それからお耳がね、うちのママちゃんみたいにだんだん遠くなってきて、この音じゃ聞こえないからこっちで聞きたいからとか、なんかこうみんなの要望にできるだけお答えできるような音楽データ、ミュージックデータを私は世に残したいなというのが、ミッションというか私のコーリング、魂の思ってるところなので、すごい欲張りだと思うんですよ。ただ単にピアノを弾くだけ弾いたらいいやん、録音したらいいやん、アルバム作ったらいいやんって思いはるかもしれないんですけども、それはもう3つぐらいからやってるんで、16歳ぐらいで引退したんで、そこじゃない、そこじゃなくて、私の弾いたピアノをみんなに聴いてもらって、一緒に歌ってもらって、できたら私と同じように弾いてもらったらいいんじゃないかなって。今までピアノをしたことない人でも、私のピアノ簡単なので、大きな手もいらない、こんなちっちゃい手で、こんなゆっくりした脳みその回転で弾けるような音楽しか弾けないので、皆さんもそれに合わせてやってくれはったら、そんなに努力しなくても、ハワイの音楽とか私が弾いてるような、今まったりとしたハワイアンな感じの音調で、それぞれの弾きたい音楽をシンプルに、お母さんが子供に子守歌を歌うような、そんな感じで、皆さんが
音楽に携わっていただけるように私は、これからも音楽大使ミュージックアンバサダーとして、これからもハワイからみんなと一緒にやっていこうと思います。ということでこのゆったりまったり感だけ味わっていただけたらいいかなと思います。じゃあやっぱ生で弾こうかな。録音したのもあるけどもう一回行きます。今日弾くのは、ムーンリバーじゃなくて Beyond the Leaf Beyond the Leaf っていうのを弾きます。そのうちあのなんか歌も自分で入れれるようにお家で鳴るみたいなので、あ、ちなみに私が今使ってる、あのコンピューターのソフトはガレージバンドというもので、皆さんの電話にでもついてますので、電話はちょっと機能違いますけれども、私は最初電話で 2,3 年前ちょこちょこいじってたらちょっと分かったので、いろんなことができるみたいなんで、みんなで一緒にこのデスクトップミュージックおばちゃんでもできるかなっていうのをやってみませんか。はい、ではあのビアンダリーフを弾きますね。はい、バンドとつながってるんですよ。切ります、切りますって、どうやって切るんか分かれへんとこがまたこれ、ごちゃごちゃ言わないで、まだまだデスクトップミュージックには奥が深くって、マイクさん、マイクベルさんが今朝来ました。マイクベルさんがマイクを次持ってきてくれはるんですよ。マイクがマイク持ってくる。いや、そうじゃなくて、じゃあ、もう一回いきますね。Beyond the Leaf。Thank you.
and the Beef。この曲も次のアルバムに入れる予定してます。多分日本の人もこの曲知ってはると思うんですよ。で、これ多分世界中の人が好きなサウンドかなと思って、弾いてます。で、次に弾くのは毎度おなじみの赤かホール、いきますね。早々に変更になりました。Thank you.
ラダ曹操が出てきましたので弾きました、この曲は本当にあの英語と日本語とハワイアンになってるので、ぜひぜひカラオケを、てんちゃんピアノで作ってみんなで歌いたいと思いますので、お待ちくださいませ。次赤かホールいきます。出てきましたので赤かホール、赤かの滝ですね。赤かっていうところの滝があるんです。滝滝ホールですね、はい、見たことないですけど、では最後に今日は、頑張ったのでアロハワイを弾きます。
うん。